値千金のゴールだったと思いますが、まずゴールシーンから振り返ってもらえますか。そうですね、若君からボール入った時に、相手がどういう、プレーというかどこまでラインを下げてくるのかっていうのは見ながらプレーしてましたけど、いいタイミングでシュートが打てたかなと思います。こう受けた後少し自分で運んで、もう本当にこう迷わず打ってきましたけど、コース見えたっていう感じだったんですか。そうですね、コースは見えてましたけど、あんだけいいシュートが、打てたっていうのは、よかったなと思います。振り抜きましたよね。そうですね、もうゴール他にもちょっと選択肢があったと思うんですけど、いけるなっていうそういう感じだったんですか。他の選択肢はそこまで見てなくて、相手がどこまで本当にラインを下げて自分にアタックしてくるのかっていうのは、それしか見てなくて、どのタイミングで振ろうかっていうのはずっと考えてましたけど、いいタイミングで本当に振るタイミングが良かったのかなと思います。その後もみくちゃにされてたじゃないですか。どうでしたか、あの時。そうです、ここまで自分たちのサッカーを、できている中で、ここ最近勝てなかったので、本当にチームとして自分たちのサッカーを証明するために、勝たないといけない場面でしたし、それがああいう、ボールに乗ってみんなの思いが乗ってゴールに、なったので、すごい良かったですし、みんなもやっぱり勝利に飢えてたので、ああいうシーンになったのかなと思います。この7試合ぶりの勝利ということで、雨まで来ていたサポーターの皆さんも本当に喜んでいましたよね。そうです、ホームでもそうですし、新潟もから続いてずっと自分たちのサッカーはできてましたけど、勝ち切ることができず、いつも熱い応援をしてくれた中で、自分たちもサッカーを証明したかったですし、そういう意味で本当にパワーをくれているなと思います。そうですね、本当にいつも熱い応援をありがとうございます。自分たちのサッカーを証明するために残りの試合、勝ち続けたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。